はい、3本目の返信動画ですけども、まあ、今回ねヤクザとか反社会勢力とかって表現されてますけども、指定暴力団っていうのがあるんですけども、指定ヤクザっていうのはないんですよね。であと指定反社会勢力っていうのもないんですよ。実は日本の法律が平成に入って厳しく取り締められたのはこの暴対法ですよね。暴力団を取り締まるということで、指定暴力団、ここは何々系の暴力団ですよと、ここはもうこの何々系の暴力団ですよと指定して、そこに警察権限が介入できるようにしたってことなんですよ。その中でも有名なのは、その指定暴力団の通信記録を傍受して殺人の計画がなされていることを証拠に踏み込んだっていうことがあってね、ものすごく壊滅状態にそこでさせられたってことがありましたけどね。で、問題はですね、指定暴力団を解散させると元指定暴力団 だった構成員っていうのは闇化するんですよね。もう本当にヤクザになったりチンピラになったり反社会勢力っていう曖昧な存在になるんですよ。そうすると取り締まりはほとんど不可能になってきます。最近も沢地映画さんとかがね、ドラッグで捕まってますけども、結局はそういうところに芸能人は捕まるけども売人は捕まらないみたいなね、そんなことになってしまうんですよね。だから指定暴力団っていうのがあったからこそ取り締まりも簡単だったっていう面があるんですけども、指定暴力団を解体すればするほど要するにね、暴力団とか反社会勢力でしか生きていけないような人もいるんですよ。だからそれを容認するわけではないんですけども、構成プログラムっていうのを例えばね50とか60から構成して1からやり直すっていうのをどう思いますってことなんですよ。なかなか難しいと思うんですよね。だからどうするっていうことはないんですけども、ある程度ですね、そのアンダーグラウンドでも生き残っていけるような道を緩く残しておくっていうのはまああるのかなと思いましたよね。まあ私はそういうふうに考えてますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。